それではこれより第2部シードバックフォーラム2012を開催いたします。最初に安住のパーマカルチャー塾梅崎より安住のパーマカルチャー塾10年の歩みについてお話しさせていただきます。お願いいたします。はい、こんにちは。安住のパーマカルチャー塾の梅崎です。午前中からいらした方は、先ほどはありがとうございました。午後からいらした方どのくらいいらっしゃいますか。あ、はい、ありがとうございます。はい、ですね、今日はですねシードバックフォーラム2012在来作物の種を守るためにできることという、テーマで、ね、フォーラムを開催させていただきました。今日は、安住のパーマカルチャー塾、私たちが、安住ので活動しているそのパーマカルチャー塾が今年10年を迎えます。その10年目の、記念事業として、このフォーラムを、企画開催させていただきました。この開催にあたりまして多くの皆様の、お力添えをいただいております。まず西東京の、高木社長様よりこの会場の方を、お借り、させていただきました。大変ありがとうございました。そして、午前中の映像の方、よみがえりのレシピ、制作委員会の、皆様より映像の方も、ご提供いただきました。そして日本エコツーリズムセンター、はじめ、関係各団体そして実行委員の皆さん、と一緒にこの準備を進めてまいりました。今日はですね、安住のパーマカルチャー塾、というのがそもそも何なのかということも含めてで少しパーマカルチャーのお話を15分程度ですけれどもさせていただいて、その後お待ちかね野口さんの、ご講演の方に入らせていただきます。ちなみにですね、安住のパーマカルチャー塾もしくは、パーマカルチャーというものを、今回初めて聞いたという方どのくらいいらっしゃいますか。お、すごいですね。あ、若干いらっしゃいますか。ありがとうございます。じゃあほとんどあれですね、パーマカルチャーという言葉をどっかで聞いていらっしゃったということですね。でちなみにこのイベントをどこで見つけたか、Facebook で見たという方がございます。まあ、少しですね、あ、そうですね、お友達に聞いたという方が多いですね。それ以外の方はなんか直接誰かから安住野の関係者から聞いたという方がいますね。はい、ありがとうございます。では早速ですけれども、安住のパーマカルチャー塾、10年の歩み、ということで少しお話をさせていただきます。でまずですね、5つお話ししようと思ってます。でどんなところでやってるのか、そしてパーマカルチャーって何なのか、で10年の歩みを、15分で話をするのはなかなか厳しいので、本当にごくごくどんなことやってるのかということのご紹介だけになりますけれども、あとはその講座の方の3つの柱、そして今年の取り組みとしてシードハウス作りというのを、やっている、そんなお話をご紹介したいなと思っています。今ですね、シャンティクティという、安住の方にある宿で、を会場にして開催をしています。もともとシャロムヒュステという、宿があって、循環型の、暮らしを伝える体験できるそんなテーマで、今から30年ぐらいになるんでしょうね、ずっと、安住ので宿としてやってきた、そんなところ、そこをですね、会場にしながら始まりました。で今から5年ほど前ですかね、シャンティクティというそのシャロムヒュステの、別館にあたるんですけれども、そちらに会場を移して、で今屋根の上に、ね、草が生えてたり、いろいろしてますけれども、最初は普通の建物だったのが、毎年毎年安住のパーマカルチャー塾で建物を、作ったりですね、そんなことをする中でパーマカルチャーのサイトとして、充実してきました。こんな風にアースオーブンですとか、あとコンポストトイレで、これ宇津井さん後でまたお話しいただきますので、ご本人そちらにいらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。はい、でこういった循環型の、例えばエネルギーもそうですし、あと食べ物ということもそうですし、そういったものをですね、自分たちの手で、自分たちの暮らしを作る、それをどうやって作るのか、その技術ですとか、あと考え方、そういったものを体験を通して、学ぶということをしています。でパーマカルチャーって何なのか、これパーマカルチャーのことをほとんどの方がご存知なので今更かもしれませんけど、一応3つの言葉が、組み合わさって作られた言葉なんですね。パーマネント、永久のという意味ですね。でアグリカルチャー、これ農業、そしてカルチャー、文化ですね。地球の上に人も動植物もずっと居続けることができる、
持続可能な循環型の暮らし、そして暮らしだけじゃなくて社会も作っていく、その基本になる考え方とか技術をまとめたものなんですね。で今ちょっと具体的にいろいろなお話をすることがなかなかできないんですけれども、私たちの塾のホームページの方にレポートというのがあって、そこで毎月何をやっているのかかなり詳細に紹介しておりますので、よろしかったらまたそちらの方もご覧ください。で、安曇野パーマカルチャー塾10年の歩みということなんですけれども、もともとですね2003年にスタートしました。これはパーマカルチャーセンタージャパンという神奈川県の藤野町に、本拠地を置く、そういうパーマカルチャーのセンターがあるんですけども、でそこが主催でですね最初1年目始まりました。安曇野の場所でシャーロンミヒュッテの場所で、年間の講座をやろうということで始まりました。で私もその時スタッフとして関わっていたんですね。で中心になっているのはそのパーマカルチャーセンタージャパンの共同代表の志田さんという方がいるんですけども、で僕たちの師匠にいた人ですけれども、その志田さんがですね1年目は中心になってやってました。で私梅崎とあと臼井さん、そして農業実習とか自然農をされている宇田歌屋さんという方がいるんですけども、この3人で、まあ、サポートスタッフというような形で、やってたんですね。そしたらですね2年目になったらですね、設楽さんが、僕は来年アメリカにエコビレッジの勉強をしに行くからいないよって言われて、いないんですかって、それで1年休むっていう方向もあったんですけど、じゃあ2年目はこの梅崎、臼井、小田のこの3人でねやろうかということで、2年目からその3人体制で、で年に1回設楽さんには来ていただいたりしながら、ずっと塾をやって、もう早いもので今年で10年目を迎えたんですね。始めた時は私も今より10歳若かったので、もうちょっと若かったんですけれども、あっという間の10年でした。そして、2007年からシャンティクティを主会場に移しました。そして、大体今ですね1期から10期の合計が卒業生、あと今在籍している人たちも含めて大体180人ぐらいになります。で、大体西はですね一番遠くから来てたのが山口県ですね。で北は東北までいます。であと北陸の方もいますし、結構遠くから遠方からたくさんの方が来て、でそれぞれの現場に戻ってまたその仲間たちとつながりながら、パーマカルチャーですとか、あと持続可能な、暮らしということをテーマにした活動を、しています。それでですね2006年にパーマカルチャーしようという、本をですね出版をしました。こういう本なんですけども、これ今ちょっと品切れでなかなか入手しにくいんですけども、また増刷をしようという話を、しています。でパーマカルチャーの取り組み、日本の中で各地でいろんなことをされている方たちに原稿を寄せていただいて作った本です。で、パーマカルチャーという名前がついた本で、日本版というかその完全なオリジナルとして出た日本で最初の本になります。それまでは翻訳本だけでした。で、その後ですね、シャロム・ヒュッテとシャンティクティがパーマカルチャーのサイトとして充実してきて、かなりたくさんの方が視察にいらしたりですとかね、あと宿泊をして、それでいろいろなその体験ツアーの中でパーマカルチャーの取り組みについて、ご紹介したり、そういうことをしています。で、持続可能なライフスタイルを実践するための知識と技術、こういったものを学ぶという場として、こう10年間やってきたんですけども、やっぱりその塾に来ている1年間、まあ、3月から始まって12月までやるんですけども、そこだけでなくて、やっぱり卒業した後も、みんなつながり合いながら、あとはその安曇野パーマカルチャー塾がですねすごくてですね、何がすごいかっていうと、1回来るとですね歩行と称していつでも来れるんですね。そうなんです。なので1回皆さんもまだ塾生としていらしてない方はですね、興味ある方は1回来るとずっと、何度でも来れますので、非常にお得で、また新しい人たちとのつながりが、ね、できるんです。でつながりができるのがすごくね、その塾の魅力でもあって、何か学ぶために来てるんですけれども、実はそのつながりあったということが一番の収穫だったということは、皆さん幾度におっしゃいます。で、卒業後もそのつながりが続いているということですね。3つの柱があります。1つ目は農業実習。パーマカルチャーというのは特定の農法というのがないんですね。有機とか、自然栽培とか自然農とかいろんな方法があるんですけども、基本的には化学肥料とか農薬は使わないということは基本路線としてありますけれども、これじゃないとパーマカルチャーじゃないというものはないんです。なので、安曇野の場合は、自然農という、
川口義和さんという方が提唱されているやり方を学んで、それをベースにしながら、循環型の暮らしを支える作物栽培について学んでいます。で、建築実習、やっぱり建てるものを作るだけじゃなくて住むところも必要だということで、自然素材を使った建築、セルフビルドによる生活の場所づくり、セルフビルドというのは自分で建物を建てる、プロじゃないと、大工さんじゃないと家が建てられない、建物が建てられないというふうに思われがちですけれども、意外と素人ができることがたくさんあるんですね。そんなことを実際に体験をしながら、やって学んでいきます。あとはですね、パーマカルチャーの基本を学ぶパーマカルチャー講座ということで、関連する分野の専門家とかゲストの講義、実習などを、毎月ゲストを招いてですね、学んでいきます。で、こんな感じで、畑、草だらけで、どこが緑、どこがするかよくわからないですけども、よく見ると作物が、草と一緒にですね、自然の中の一員として作物が育っている、そんなやり方で。で、建築実習、これは去年かな作った、アースバックハウスという土の袋を使ってそれを積み上げていく、うち、円形なんですけど、すごいおしゃれでしょ、これだけ見るとどこの国かわからないっていう。で、あとこれはエネルギー自立型のうちということで、ガーデンハウス、農機具や何かも置くような、小屋になってます。で、あと2階ではちょっとロフトになっていて泊まることもできるんですけども、で、これがアースオーブンというパン焼き窯ですね、土で作る、それの屋根、上から撮った写真ですけども、こういういろいろなゲストの方たち、それぞれ現場で活躍されている方たちに来ていただいて、この人はアーユルヴェーダの先生だし、この方はインドのガンジー思想を伝える片山さんという、ね、方が糸紡ぎをしながらそういうことを教えてくれたり、さまざまです。もちろんこういうペレットストーブ、エネルギーのことなんかも、ありますね。で、いろいろなテーマで、パーマカルチャーの基本を学ぶ、そしてそれに関係するテーマで、先生が来て学ぶ、そんなことをしています。で、パーマカルチャー的な暮らしを作る3つの循環というのがあって、で、これは循環型の暮らしというのが、やっぱり持続可能な暮らしを作る上で、一つのポイントとして大事になっています。で、これはですね、循環をデザインする、システムデザインというふうに呼んでるんですけれども、3つの循環というのは、1つは有機物、生ごみをコンポストをして、それを畑に入れて、それからまた野菜を取るという、有機物の循環というのが、もう1つは水、例えば水道をひねって、お風呂に入れて洗濯をして、でそれをなるべくきれいにして、また、植物にあげるとか、また水を、自然に返していく。もちろん雨水とか井戸水、でこれも同じように何度も使ってきれいにして、外に戻すという。そういうことをするわけですね。で、エネルギー、これも、薪を取ったらそれをストーブに、ストーブに燃やして、でその熱をですね、レンガに蓄熱をさせて、それでまた効率的に使う、そんな、どういうふうに流せば効率的に循環型の暮らしを作ることができるのか、それをデザインするわけですね。ですから、そのパーマカルチャーというのが農的、永続可能な農的暮らしのデザインというふうに、訳されているんですけども、そのデザインという意味はこういう暮らしをデザインするからなんですね。そして、今年シードハウスというものを作っています。これ、今とんがりタワーになって、安曇野スカイツリーって呼んでるんですけどね実はこの安曇野スカイツリー、東京にあるスカイツリーよりも高いんです。これ標高が高いですから地面の時点でもう600メートルありますからねはい、そうなんです。で、これ種の瓶ですけれども、こういうものをこの建物の中に置いて、それシードバンクとして、種苗交換会、あとそのある特定の日しか交換できないですけども、これ常時あればそこに必要な人が行って借りて、で翌年その種を増やしてね、また返す。そうするとみんなの手で種を守っていく、繋いでいくっていうことができるわけですよね。で、そんなことを考えています。で、この経緯についてはまた後で臼井さんの方からお話あると思いますけれども、バングラディッシュに実は臼井さんがご夫妻で行かれた時に、こういうのがあるんだというので非常に驚いて、シードバンクこれ日本でもやりたいっていう、そういうことがきっかけだったんですね。今年の1月2月の話ですけれども、で最初にコンセプトデザインって、どういう建物を作るのかっていうところからみんなで話し合って、みんなでいろんなアイデアを考えるんですね。
で、それをああだこうだ言いながら、ディスカッションして、で最終的にこういうものを作ったらどうだ、ムービーのスナフキンの家みたいなのがいいと。普通の大工さんとかだと、そんなの作るのって、プロにお願いするとちょっと非常にややこしい建物もセルフビルドだからできるということも非常にあるんですね。で、これ模型を作ってこんな風にしたらどうだとかね、言いながら、実際に建物を建ててきました。で、これちょうど中心の柱ですね。それで、こういったところからみんな、大工さんがですね、一人、毎月指導に来てくれまして、その大工さんと、あと、臼井さん中心になりながら、建物を素人集団ですね、作っていく。で素人でもできることが結構いろいろあるんですよね。で、そんな風にしながら、でこれがあれですね、アースバックハウスで使ってた土のう袋、この中に土を入れて、それを積みます。で、その上に、ストローベールハウスって聞いたことあります？藁のね、ブロックを積んでいく。ストローベールは日本のものじゃもともとないですね。で、日本にもともとあるストローベールは何だろうと思ったら畳ですね。畳を切ってですね、積んでいく。これ世界初の方法というふうに、言ってますけれども、でアースバッグと、畳ベールを組み合わせて、作る、そんなユニークな建物。これはもうあれですよね、プロだとなかなか思いつかないようなことかもしれませんけれども、そういうふうにしながら、プロの大工さんにも入っていただきながらやっているということですね。今こんな感じでできています。で、今もう壁が張り終わってますので、もう少しできてますけれども、最新情報はホームページでまたご覧いただければなと思います。で、ここを拠点に、このシードハウスを拠点にシードバンクを、やりたい。そして今回皆さん、種に関心のある皆さんにもぜひね、自分の地元でシードバンクを、やっていただくことができたらいいななんて、そんなふうにも思っています。はい。ということで、やっぱですね、これからの生き方、暮らし方のキーワードとしては、やっぱりつながり合いとか、関わり合いとか、あと、教え合い、分け合い、支え合い、ね、やっぱり大事なのは、愛ですよね。ね。で、パーマカルチャー的な生き方っていうのが、これからの時代を生き抜くら、信頼になるんじゃないのかなと思っています。命を支える種を、シードバンクを軸にですね、ぜひ、つながっていけたらと思います。どうもありがとうございました。臼井健二さんです、ご紹介いたします。安曇野パーマカルチャー塾の中心メンバーで、安曇野でシャロムヒュッテとシャンティッティを営まれていらっしゃいます。現在シャンティッティの種を守る拠点シードバンクを建設中です。では、安曇野シードバンクの取り組みについて報告させていただきます。お願いいたします。はい。安曇野からやってきました。こんなに暖かくなくてね、上にジャンパーを背負わなければいけないぐらい朝は冷えて、朝やってきましたけれども、野口さんの話を聞いて何をしなければいけないかなという、そんなことを皆さん思い当たると思います。今年ですね、バングラデシュに行ってきました。その折にですね、やっぱり種の問題が世界的な問題になっているんだなということをすごく感じて帰ってきました。なぜバングラデシュに行ったかというとですね、もみ殻でご飯を炊くムカクドというのをですね、僕らの仲間にみんなで開発しまして、そのムカクドをですね、アジアで利用してもらいたいなということで紹介に行ったわけですね。その時にですね、バングラデシュに、農業指導をしていた村上新平さんという人がいます。日本にパーマカルチャーを紹介した人でもありますし、有機農業全般をですね、アジアに普及した人でもあります。その人と一緒にですね、バングラデシュに行ってきました。その折にすごく感じたことなんですけれども、バングラディッシュはですね、そんな無角堂なんていうのはペール管というのを使って、日本では産業廃棄物ですけれども、向こうではですね、有料です。そしてもみ殻もですね、日本では産業廃棄物ですけれども、やはりバングラディッシュは有料です。ある意味でですね、
すべてを使い尽くす無駄にしないという思想がバングラデシュにあったんですね。そして、バングラデシュではですね、非常にですね貧しい国のように僕らは思います。 GNP は世界最悪の国です。でも GNH というハピネス幸せ度という点においてはですね、日本よりもずっと上ではないかなということを感じて帰ってきました。そんなバングラデシュに行った折にですね、一つ農業の新しいムーブメントが起こっています。1960年代、バングラデシュはですね緑の革命ということで多種米のお米を作るそんな形にですね、国を挙げて取り組むわけです。そして実際には今までのお米からですね2倍ぐらい取れるお米が作られるようになります。それはもちろんその F1 のハイブリッド米なんですね。それは化学肥料がたくさん必要で農業機械も大型の農業機械が必要で水がたくさん必要な農業だったんですね。実際に1年目は2倍ぐらいの生産になる。でも2年目はですね自家採取するんですね。それはね、ですから当然生産量はガタッと落ちるわけ。これは自家採取は無理なんだよということを農民はそこで教えられて、今度はまたその種を購入するわけ。そして2年目3年目と作っていくわけですね。実際には生産量は増えて2倍ぐらいになるわけですけれども、経費も同じくらい2倍ぐらいに増えるわけです。化学肥料も必要になります。農薬が必要になります。そして大型トラクター、そして灌漑用の水がたくさん必要になるわけです。ですから鉱盤層よりも下から水を汲み上げることになります。そうすると今までそんな問題がなかった子孫の問題がバングラデシュは出てきます。そして農薬がたくさん使われるようになって、あのデルタ地帯に魚がですね、飛べなくなるんですね。そして、病気になる人も非常に増えている。そんな中で緑の革命を踏まえて、十何年経ちましてね、本当にこれが豊かになったのかなということで、そのバングラデシュをですね調査研究をするグループがあるんですね。そこで実際に、あちこちで調査を進めました。そしたらですね実際に、たくさんできるようになったけれども利益は前よりも出てないんじゃない。そして農家は野菜を自分たちで買わなければ、いろんな点でですね前よりも貧しくなったという結論が出るんですね。そんな中で、有機農業緑の革命の後ですね、有機農業を指導していた日本の村上新平さんという人はですね農業指導をしていたわけですけれども、その農業指導がですね非常にいいんじゃないかということで野焼くりしという新しい農業のムーブメントとして、その農業を、有機農業に転換するわけですね。それもですね村ごと転換していく、そんな生き方が増えてきました。ですから今までのような種を買って作るんではなくて種は自家採取しよう。そしてその種を種センターに集めてそれを売るんではなくてみんなに貸し出してそれをまた来年返してもらうという種センターが設立される。そして農業も化学肥料、農薬を使わない今までの以前にやっていた農業に移り変わり、その中でですね、有機農業を始めてみようというようなそんな取り組みがですね、10年の間にどんどん増えてくるんですね。そして、その村上さんと一緒にですね、その野焼くり市の拠点であるバングラデシュのあちこちを見せてもらいましたけれども、そこの
たちはですね、とても素晴らしい農業だと、今までなんでこんな農業を僕らは見捨てて、新しいその緑の革命のハイブリッド米をたくさん作る、そんな農業をしてきたんだろうなということをそこで感想として言うわけです。そして指導した村上さんに、この農薬苦しいは素晴らしい、こんな素晴らしい農業はないということを盛んに言ってくれるんですね。そんな中で、その実際にシードバンクという生き方がですね、日本でもできるんではないと思いながら日本に帰ってきました。そして日本に帰ってきて、3月ぐらいにですね、こんなことを感じたよという話をメンバーの中で、しましたら、ちょうど野口さんが安曇野に来る、じゃあ安曇野に来るんだったらちょっとラブレター出してうちに泊まってもらって、そのちょうどパーマカルチャー塾の時だったんですね。そして話をしてもらいました。そうするとですね、それに火がつきましてね、そうだ、種センターを作ろうということになりまして、現在に至っています。建物が7割方今できています。これからですね、細部の詰めに入るところです。安曇野ではそんな種バンクを作って、地域にある種を保存しつつそれを貸し出すような、そんな生き方のモデルを作りたい。そしてそれがあちこちで、行われるようになると、固定種が日本のあちこちでですね、作られるようになるのではないかなということで、今取り組んでいます。今ここでどうしても聞いておきたいという方、お一人だけお時間の関係でご質問することができます。でまた後ほど付箋紙に書いていただければ、後ほど対応することもできますので、どうしても今ここで聞きたいという方、手を挙げてください。あれ誰もいない。バングラディッシュで外来野菜というか固定種の野菜が、自家採集をして、広まっていった、その時にその化学調味料の話がちょっとありましたの、ね、で、その話をお願いします。バングラディッシュはですね、化学調味料を使わない国でもあるんですね。ですから、インドだとかバングラディッシュとかあの辺はですね、全部マサラで味をつけるわけですから、化学調味料はいらないんで、その実際にですね、有機野菜の美味しさが引き立ってきてるんですね。それが F1 だとか、いわゆるそういう野菜に変わるとですね、美味しくないっていう。ですから、実際には在来種の野菜をですね、販売するとですね、1.5 倍ぐらい高く売れるんですよ。そのことも在来種を増やしていこうという生き方につながったようですね。ですから、タイではうまくいかなかったそうです。あそこはもうね、化学調味料万能なで舌が鳴らされてますので、日本もそうなのかもしれません。本当の美味しさはね、そういう化学調味料に鳴らされた味ではなくて、本来の素朴な塩で味付けをした野菜の中にあるのではないかなということも思って帰ってきます。はい、ありがとうございます。それでは続きまして、NPO 法人鶴環境フォーラム西岡聡子様よりお話をいただきます。西岡さんは在来作物の普及事業を担当していらっしゃいます。本日は在来作物の種を取り、中山間地を活性化する取り組みについてご報告いただきます。ではお願いいたします。はい、NPO 法人鶴環境フォーラムの西岡聡子です。野口さんと臼井さんの後で非常に緊張しております。よろしくお願いします。私たちが活動しているところはですね、山梨県の鶴市というところですね。で、皆さん山梨県というと例えば桃とか
ぶどうとか、あと、まあ、富士山とか思い浮かべられる方が、多いと思うんですけども、この山梨県都留市にはですね、桃はありません。ちなみにぶどうもありません。で、富士山もすっごい局所的に、この場所からしかなら見えるという場所が2か所ぐらいありますぐらいなところで、非常に観光名所みたいなところはないんですけど、でも非常に自然が残っている町で、あと大学があるので非常に学生が多い町でもあります。で、若い方も多くて、元気のあるところでもあります。で、私たちはここで、活動をしています。活動の内容としましては、持続可能で豊かな暮らしを実現する街づくりを目標にしたことを目標にしてまして、都留市の環境力向上というなんか固い名前なんですけど、これを目的に、活動しています。具体的には、市民の人がですね、自分たちの街をどうしていこうか、どんな街にしたらいいかという街づくりについて自分たちで考えていく場を毎月1回、開催したりですとか、あと鶴も非常に山が多い、場所ですので、その山をもっと野生生物が多く住む豊かな山にしようという取り組み、森づくりを、行ったりしています。そこでですね、私たちは、在来作物の普及事業というのを始めました。これは、6月にですね、午前中にも話がありました山形の、よみがえりのレシピの舞台になって山形に、調査というか研修に行きまして、そこで、その山形の在来作物の保護活動を中心的に行っている山形在来作物研究会というところがあるんですけれども、そこの、定義を私たちも参考にさせてもらいまして、私たちは在来作物というのは、ある地域で世代を超えて、種を取りながら栽培続けられている、栽培し続けられている作物というふうに定義をしています。で、私たちがまず行ったのはですね、ちょっと字が切れてるんですけれども、山梨県の在来作物の調査を行いました。これは農家さんを回りまして、昔から作っている野菜とか何かないですかっていうことを聞いて回りました。この調査の方法がですね、まず知り合いの農家さんにつないでもらって、農家さんをどんどんつないでもらうという方法を取ってたんですけど、ちょっと無理がやっぱりどうしても限界があるので、次に直売所に行きまして、直売所で売っている作物とか直売所の店員さんから情報を仕入れるという方法も取りました。で、まあ、最終的にはというかいろんな方法を試してるんですけど、今は、車でブーンって、移動している途中で、そういい感じの農作業しているおじいちゃんがいたら、そこで話しかけるという、どんな作物育ててるんですかって話しかけるという方法を今は、主に取っていますナンパです、いわばで、山梨県の在来作物の例を少しご紹介します。で、都留市にはですね、水ネギというネギが、あります。これは都留市は、冬非常に寒いんですね。マイナス10度ぐらいまで下がる時もあって、非常に寒いところなんですけれども、なので冬は土が凍ってしまうということが起こるんですね。で、そこで、でもその都留市のある場所ではですね、富士山からの湧き水が湧いているので、その湧き水を畑に張って、で、土を凍らないように工夫をして、ネギを育てているという栽培方法が今も残っています。これはその都留市が非常に寒いという気候と、あとは、湧き水が湧くという地形ですね、それが作り出した文化と言えると思います。で、もう一つご紹介しますと、山梨県の甲斐市というところに、その周りではですね、昔キュウリと呼ばれているキュウリが今も残っています。では岡田虎夫さんという方が育てているんですけれども、この虎夫さんの前は、その同じ虎夫さんが住んでいる同じ集落の違う方が育ててたんですけど、その方が亡くなる前に虎夫さんが引き継いで、今は虎夫さんが育てているというキュウリになりますね。で、現在はもう虎夫さんしか、栽培していないこのキュウリなんですけど、一回私たちもこの昔キュウリと先ほど話も出てきた F1 のキュウリを2つ
同じ方法でピクルスにして食べ比べてみたんですけど、もう味の違いは歴然としてて、非常に味がギュッと詰まっていて、ちょっと苦味もあるんですけど、非常に美味しいキュウリでした。で、私たちが調査を行っている中ですごく感じたことはですね、まだ在来作物は確かに残ってはいます。なんですけど、もう虎尾さんのように一人しか作っていないという声もちらほら聞いてまして、非常に危機的な状況であるということが分かりました。で、私たちはその在来作物を受け継いで、そして次の世代にちゃんと、引き継いでいきたいと考えて活動をしています。で、普及活動をする中でですね、大切なものが3つありまして、これも山形に行った時にいろいろお聞きしたことなんですけれども、普及するためにはまずそのものそのものと、今日のような講習会シンポジウムとか、講習会のようなものと、あとテキスト、本ですね、本みたいなテキストが、必要だということをおっしゃっていました。そこで私たちはさらにプラスして、そこに経済性が、非常に重要なのではないかと思っています。これは経済性が伴わなければ後継者も育たないですし、あとその継続して普及活動とか活動を続けていくこともできないので、私たちはこの経済性をちょっと重要視をしています。そこでその活動をですね、継続活動に持続性とか継続性を生むために、私たちは、在来作物の生産と、あと種屋という、事業を始めることにしました。在来作物の普及活動と種屋を同時に、種農家として同時に行うことで、その両方が持続性を持って、長く続けられるということを、考えています。で、私たちが栽培しているコンセプトなんですけれども、無農薬無化学肥料で、有機肥料もできるだけ使わずに育てています。あと、自然の中で、虫とか病気に弱いものをが自然の中で淘汰されることで、強い種を、生産することを目的としています。で、今ちょうど先日ですが、ウェブサイトもできました。無農薬種苗というウェブサイトなんですけれども、種以外にも、私たちが育てた在来大豆を使った味噌ですとか、あと固定種の、小麦を使ったうどんなども販売をしています。で、うどんはですね、今日後ろに持ってきましたので、もしよければ1束300円ですのでよろしくお願いします。で、それはですね、中山間地というところになるんですけれども、非常に何て言うんですかね、耕作面積は非常に狭くて、大規模な農業とかが非常に難しいところではあるんですね。でもその狭い農地とか、あと結構山も多いので険しい地形なのが、種の生産という面では非常に有効なのではないかと考えまして、私たちはその中山間地の新しい農業モデルとして、展開実践提案していくことを目標としています。で、そのキーワードがこの反農反 NPO という言葉ですね。はい。で、他の普及活動としまして、すいません切れてるんですけども、種の交換会を、4回行いました。これは鶴とその周りの市町村の方を対象に、自家採集している方の種を持ち寄って、交換していこうという活動です。種取りのネットワークを作るような意味合いで、行っています。あと種のシンポジウムというのも、来年行う予定で、各地域、それは全国で行いたいなと考えてまして、その各地域で在来作物がその見直されたりとか、種取り文化というものが、意識されることを目標に私たちは行おうとしています。で、さらにですね、農業体験、農作業と暮らしの体験イベントというのも行っています。例えば、在来大豆を枝豆として収穫をしまして、で、そのまま畑で火を焚いて枝豆を茹でてビールで乾杯しながら枝豆を食べるというイベントを、先日行いました。で、これは、写真は、ビールは飲んでないんですけれども、バナーの方、
22名かなの学生が来まして、その方に、収穫体験をしていただきました。枝豆もすごい美味しく食べていただいて、やっぱり在来大豆は美味しかったですね、非常に。でもう一つ、企業とも、一緒に、活動を行っていくことを考えています。その農業という一次産業と企業の社会貢献事業を組み合わせて新しいプロジェクトができないかと私たちは考えています。で実際に動き出しているものとしまして、来年から農的暮らしの学校という外資系の証券会社とともに行っている、活動を計画しています。これはですね、生まれつき先天性の身体的特徴のある子どもがその治療のために病院に通っているんですけれども、その子どもとその親を対象とした、年間のプログラムですね、5回ほどを予定しています。で、そこではですね、食べ物を自分たちで育てることと、あまり外に出ない子どもが、自然の中でチャレンジをする、冒険をするようなことと、あと健康ですね、美味しさとか在来作物の美味しさを味わってもらうとか、健康につなげるとか、そういうところを大事にしています。でスケジュールはこんな感じなんですけれども、具体的には、在来の大豆を苗からずっと年間を通して育てていって、収穫して最後味噌作りをするところまで行う予定です。でその味噌は皆さん家庭に持って帰ってもらって、毎日食べる食卓で、楽しんでもらえたらいいなと思っています。でこれを通してですね、私たちはその子どもとその親子ともともですね、皆さんのその生きる未来を描くような、自信ですとか、その子どもが自信を持って社会で生きていけるようなことにつなげられたらいいなと考えています。で、すいません、私たちが大切にしていることはですね、企業と私たち鶴環境フォーラムがですね、それぞれ得意なものを持ち寄ることで、お互いが実現したい社会を実現できるのではないか、新しいプロジェクトが創造できるのではないかということを大事にしています。最後に、私たちが種を生産しまして、地域に普及することで、その種とその種取りという文化ですね、文化そのものを、すいません、種取りという文化そのものを、広げていきたいなという起点になることを目標としています。すいません、長くなりました。ありがとうございました。ありがとうございます。では先ほどと同じように、西田さんに何かご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。ではまた付箋の方に感想とお寄せいただければと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。では最後になります。渋谷農園渋谷正和様よりお話をいただきます。渋谷さんは埼玉県富士見市の農家さんです。自家採取を積極的に取り入れていらっしゃいます。今日は自家採取で在来作物を守り育てる取り組みについてご報告いただきます。よろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました渋谷農園渋谷正和と申します。普段は畑に出てばかりでこういう人前に立つことはあまりなくて大変緊張しておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。私は就農して10年目になります。父の代から行っております農薬化学肥料を使わない栽培と、有機肥料も使用しない肥料自然栽培の2通りの方法で栽培しております。そのうち、自家採取している作物は、大体40種類程度やっております。本日は生産者の視点から自家採取という種を取り付けるための、意義というものをお話しできたらと思っております。まず、第一に、私が種を取る理由の一つとして、野菜のことをより深く理解できるという点にあります。この中で、自分で種をまいて野菜を育てた方のいらっしゃる方どのぐらいいらっしゃいますか。すごいですね。すごいですね。
種袋の裏、種まくときに種袋の裏にいろいろな情報が書いてあるのを多分わかっ知っていらっしゃると思うんですけれども、栽培、種をまく時期から収穫に至るまでの、栽培方法であるとか、気候に応じた、目安の表などを載っていますが、その通りにやったのにうまくいかなかったっていう方も結構いらっしゃるんじゃないかと思っています。なんでそういうことが起きるかっていうと、それは、種のことをよく理解できていないからということに尽きるのではないかと思います。農家にとっても初めて栽培する野菜の場合には種袋の裏の情報というのは非常に大事になってきます。実際には大事になってくるんですけど、私が実際やってみてもうまくできることってあんまりないです。だいたい3年、4年、そのぐらいやってようやくできてくるようなものなんです。この繰り返し、栽培してみることで初めてその特徴というものが自分のものとして分かってくるようになってくるんです。こういうのが書いてあるんですね。これうちのナスなんですけれども、ナスの品種によっては花芽のつく時期であるとか、脇芽が出る時期、暑さ寒さに対応する力など全て様々違ってきています。結構細かいことなんですけども、それぞれ非常に大切な情報で、その情報を自分の中で理解できてくると、実際に失敗も少なくなってきます。じゃあ例えば F1 の種子を使って毎年栽培することと、じゃあ固定種の種を使って自家採取していくことと の違いってどんなことがあるんだろうっていうのが多分疑問になってくると思います。 F1 の種子であったとしても何回も栽培していれば特徴って分かってくると思うんです。だけれども私が自家採取をできるだけやっているっていうところには2番目の理由があります。種っていうものちょっと切れちゃってるんですけど、種は栽培者の考え方とか、種は学ぶというところにあります。まず一つ目は栽培者の考え方とか性格、栽培方法を非常に学んでいます。私という栽培者がどんな人間かと言いますと、農薬、化学肥料を使わない、有機肥料も使わないけれども、細かな手入れをする時間をあまり持てないので、野菜には自力で頑張ってもらいたい。かなり横暴な栽培者なんですけれども、毎年この栽培方法の中でよりよく育っている株から、自家採取しています。年を重ねるごとに私の考え方に馴染んだ野菜が残っていくということになるわけです。逆に言えば、私の考え方に学んで馴染んでいってもらえないと、ちょっと種を残してもらえないっていう、かなり厳しい環境にも置かれているんですね。この写真を見てもらえると結構よくわかるんですけれども、これは同じシンクロナスというナスです。左側が渋谷農園でずっと採取、ここ何年ぐらいですか、6、7年採取しているものです。で、右側は同じ市内で同じような栽培方法でやっている方が採取してきたものです。同じシンクロナスなのですが、その人の採取しているうちに大きな特徴的に結構分かれてくるものがありまして、ナスの形や生育もあるさることながら、主にこの花の量が特に変わってきています。渋谷農園は結構採算性重視しますので、できるだけ多くの花がついてほしい。なので一つのところから3つのつぼみが大体ついて、複数必ず大体つきます。で、右側の農家さんのはしっかり病害虫に強くしっかり生育してもらいたいという考え方があるのかわからないですけれども、一つのところが必ず一つの花が咲きます。
このような違いっていうものは、ね、長時間をかけて何年も採取を繰り返した結果、採取した人間の、まあ、栽培方法とか考え方がこのような変化を作っているのではないかなと思っています。もう一つ自家採取する何を他に学んでいるかといいますと、気候風土も非常に種は学んでいます。あと病虫害についても非常に学んでいると思っています。そうですね、植物全般に言えることと思いますけれども、植物は環境であるとか、夏場の天候など厳しい環境にさらされた中で何とか抵抗する術を身につけようとしています。自らの意思で動くことができないために植物は環境適応力は非常に抜群に優れています。どのような条件で命をつないでいかなければならないかということを学んで馴染んできた結果が今種が残っているという結果であるのだと思っています。農家から見て、ちょっと余談なんですけれども、農家から見て最近の気候の関係は非常に厳しいものになってきました。数年前と比べて非常に夏場の気温が暑くなったりとか、急激に冬であれば急激に気温が下がるような環境が出てきましたので、今後は自家採取を続ける中で種とともに栽培者自身も気候や風土について気候について特に注意深く学んでいかなければ種を取り続けることができないのではないかなというぐらいに思ってしまっています。これからは私自身も種とともに、種がその気候風土に馴染んできた種を見抜いてあげる力をより養っていく必要性を強く感じています。今までの話を整理させていただきますと、栽培者が種を理解するという側面と、種が栽培者が気候風土を学ぶという2点を説明させていただきました。気候風土が違うと生育の仕方っていうものはやっぱり変わってきてしまいますし、栽培方法によっても変わってきてしまいます。同じ、種を例えば素晴らしい野菜があったとして、その種をいただいてきて自分のところで栽培してきても、必ずしもいい野菜が育つとは限りません。それがなぜ起きるのかというと、それは栽培者自身が種のことをよく理解できていないからということと、種自身がその気候と、栽培者のことをよく理解できていないからにつきます。この溝という、それはこの溝というものを埋めるのに種を取ることというものが非常に有力な方法の一つだと思っています。自家採取というものは土とか、栽培者や種の相性を近づけるため の最高の方法の一つだと思います。こうした相互の理解って言うんですかね、そういったものは長い歴史というか時間が可能にしてくれるものであると思っていますので、毎年種を取り続けて少しずつ馴染んでいかせるしかないのだと思っています。ちょっと生産性のところもちょっとお話ししたかったんですけれども、時間がちょっと来てしまったので、ずっと種を取り続けておりますと、種とすごい意思疎通ができているような感じを強く持ちます。あと2分あるので、続きの話を、質問の時間を。ちょっと生産性のところも少し話します。さっきのは特にナスが特徴的なんですけれども、私はやっぱり、農業で食べていかなきゃいけないので、ナスに一つにしても量を多く取るっていう方を取ってきたので、今は無肥料でも F1 の品種と変わらないぐらいの収量を上げられるようになってきました。
その辺で自家採取することをどういうものを選ぶかによって経済性の面も非常についてくるのではないかと思っています。あと私の気持ちのところから一つお話しさせていただくといいかなと思うんですけれども、長年同じ種と付き合っているとつい野菜と意思疎通ができているような感覚に陥る時が実際あります。今こういう生育していると実際あと2週間ぐらいでこうなるなっていうのが分かってくるんです。でそれが非常に翌年の栽培に役に立つし、じゃあ翌年どういうふうに栽培したらもっと良くなるのかっていうのは非常に分かってきます。なんか自家採取した種っていうものは一緒にこう苦しい時も良かった時も共有してきた仲間のようなものです。で皆さんもぜひそういう仲間を作って広げていってもらえたらいいなと私は思っています。どうもありがとうございました。